なぜ一期四年で辞められたのかということですけれども、私もずっとそのことが、まあ、疑問でした。その巷で言われていることはですね、公定役の責任を取ると、まあ、いうことだったです。公定役の責任を取るというんであれば、まあ、知事を続けてその復興に全力を挙げるということが、まあ、知事としての責任の取り方ではないのかと、まあ、私はそう思いましたし、まあ、県民の皆様も多くの方はそのように思われたんじゃないかなというふうに思います。ところがですね、今年の6月でした。その真相を初めて直接ご本人からお聞きいたしました。それは公定役の復興にみんな一生懸命取り組んでいる秋だったというふうなことです。まあ、3人の男性が、まあ、知事室に、来られて、放たれた一言、もし次の知事選に立候補するんであれば告発すると、そういう告発ということになれば公定役の復興にも大きな影響が出るんではないかと、まあ、いわば脅しとも取れるような言葉を放たれたということです。まあ、知事はこのような言葉に決して、まあ、屈する方ではありませんけれども、まあ、いろいろと熟考を重ねられ、やはり告発ということになると、まあ、裁判当然なるわけで、長期化は避けられないと。そしてまた連日マスコミ等に取り上げられ、まあ、県政への混乱、これも避けられないんではないかなと。さらに、当時民主党政権でしたけれども、公定役復興に対する支援についてもですね、影響が出るんではないかなと、まあ、そういったいろんなことを考えられて、まあ、ここはやむないと、公定役の道筋をしっかりつけて、まあ、退任をすると、次の知事選には出ないと、まあ、そういう決断をされたようです。まあ、おそらくですね、まあ、苦渋の決断だったろうというふうに思います。まあ、私はもうすでに課長ではなくて別なセクション、まさしく公定役の担当する農政水産部の方に移動しておりまして、まあ、そういう悩みについてお力添えをすることもできず、本当に申し訳なかったなというふうに思っています。まあ、こういう時こそですね、まあ、副知事が良き相談相手になって、いただけるとよかったかなというふうに、まあ、思うところです。まあ、苦渋の決断だったなというふうに、思っています。まあ、それから国内の政治状況もですね、まあ、その背景にあったのかなというふうに思います。ちょうど知事就任されてからの前半の2年間は、まあ、自民党政権でした。そして、まあ、政権交代が起きて、あとの2年間が、まあ、民主党政権と、そして、総理大臣首相が、まあ、ほぼ1年おきに、まあ、交代をすると、そういう、まあ、非常に、まあ、政治的にも、まあ、不安定な時期でした。民主党政権になってからは政務三役、いわゆる政務官、副大臣、大臣、まあ、これを政務三役と言いますけれども、もう政治主導という名のもとに、この政務三役の決裁が下りないとなかなか前に進めない、まあ、そういう状況でもありました。知事の復帰4年で、まあ、次再出馬しないという部分に
の 何がしかの、まあ、影響があったんではないかなというふうに思っています。これ以上の大義が一体どこにあるでしょうかということです。